皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間洋介がナビゲーターを務めます。今朝までこちら伊豆熱川にある熱川館という旅館に泊まっていまして、これからですね伊豆稲取の方に向かいたいと思います。途中ちょっと寄るところがあるので到着は午後になるかなと思います。今チェックアウトしまして、これからシャトルバスで駅の方に送っていただきます。伊豆稲取に到着しました。シャトルバスが出ていますので、それに乗って宿に向かいます。宿に到着しました。シャトルバスでだいたい5分ぐらいでした。すでに荷物とか預かっていただいていて、15時のチェックインまで待っている状態です。景色めちゃくちゃ綺麗で開放的な雰囲気です。ロビーはモダンでおしゃれな雰囲気になっています。私が今いるのはテラス席なんですけども、こちらからの景色も最高ですね。気分がめちゃくちゃいいです。メインの露天風呂とは別で貸切風呂などがありまして、こちらの3階の連絡通路から向かうことができます。5階まで上がってきました。本日は516号室というお部屋になります。こちら右手ですね。早速見つけました。すぐ手前のお部屋でした。はい、お部屋に到着しました。本日のお部屋はこういったお部屋です。スタイリッシュな和室ですよね。手前に大きなテーブルが置かれてます。このようなものですね。そして奥にもテーブルと椅子があります。こちらの宿の魅力は何といっても景色ですね。このように海の景色を一望することができます。すごいですよね。こちら窓を開けることもできまして、軽く開けてみたいと思います。このような感じです。めちゃくちゃ癒されますよね。窓を閉めていても波の音が聞こえてきます。でこちらが電子ケトル、ポット、冷蔵庫ですね。冷蔵庫には冷えたグラスも入れていただいてます。その横に急須であったりとかコップなどが置かれてます。こちら向かいにはテレビがありますね。こちらの部分とかすごくおしゃれですよね。ザ和室って感じのデザインになってます。チェックイン時にいろいろお話を伺ってまして、温泉については2種類あるみたいですね。まず1つがメインのこちらですね、7階にある大浴場ですね。こちら展望露天風呂ですね。こちらメインのものになってまして、それと別に温泉専門タワーゆっくらっていうのがあるみたいでして、3階の連絡通路から行くことができて、こちらの方は貸し切りの露天風呂とかそういったものがあります。せっかくですのでどちらも、見てみたいと思います。こちらの下にこのような館内着が置かれてます。かなりしっかりとした生地のものになりますね。温泉についてはこちらのタオルを持っていくような感じになるみたいです。カビまで入ってます。お部屋の中にも一応水回りありまして、このような感じですね。こちらクラシックな感じです。奥には化粧水とか乳液なども置かれてます。こちらがヘアブラシと、あとタオルですね。お風呂場もあるみたいですね。こちらはこんな感じです。まあ、あくまで露天風呂とかがメインだと思いますので、サブ的な位置づけで使うことができます。あと紹介し損ねましたが、こちらドライヤーも置かれてます。こちらがトイレですね。個室のトイレになります。はい、こんな感じで以上となります。貸切露天風呂は山側1000円、海側2000円という風になっていて、本当は海側取りたかったんですけども、結構夜までいっぱいになってしまっていたので、今回は山側行ってみたいと思います。こちらが貸切の露天風呂になります。めちゃくちゃいい雰囲気ですね。今回は山側の露天風呂になります。貸切の露天風呂行ってきました。とっても気持ちよかったです。山側でも十分だと思いますね。1000円というのはもうコストパフォーマンスめちゃくちゃ高いと思います。出たところに休憩スペースがありまして、テラス席もあったので今はそこに出て休憩してます。
しばらくお部屋で過ごしてまして、これから夕食会場にご飯食べに行きたいと思います。夜ご飯食べて部屋に戻ってきてからしばらく仕事をしていました。夜ご飯は海鮮のすべてが詰まったような本当に素晴らしいご飯で、とても豪華でしたね。これからですね、7階にある展望露天風呂付きの大浴場に行きたいと思います。サウナもついていますのでゆっくりしていきます。大浴場入ってきました。夜だったので露天風呂から海の景色を見ることできなかったんですけども、なんと満天の星空を見ることができまして感動しました。ゆっくりと休むことができました。今休憩スペースにいまして、これからお部屋に戻ろうと思います。おはようございます。早朝に起きてしばらく仕事してたんですけども、ご飯の前に朝風呂行ってきたいと思います。7階の大浴場行ってきました。露天風呂についてはインフィニティプールみたいな作りになっていて、そこから見る朝日はもう最高でしたね。ずっと入っていたくなるような感じです。出たところにある休憩所で朝は金目鯛の味噌汁のサービスがありましたので、そちらもいただいてきました。お風呂から帰ってきてしばらく仕事してまして、これから朝食食べに行きたいと思います。昨日の夕食も美味しかったので楽しみです。朝ごはん食べてきました。朝は夜と違ってビュッフェ形式のご飯でした。とても美味しかったです。チェックアウト時間が12時までありますので、それまでしばらく仕事しながらお部屋で過ごしたいと思います。はい、というわけで今回は稲取荘に泊まりに行きました。昨日まで伊豆熱川の旅館に泊まってまして、伊豆稲取に移動してきて、こちらの稲取荘に宿泊しました。稲取荘の特徴としては温泉が充実しています。大きく分けて3つあります。1つ目が展望大浴場ですね。こちらは展望露天風呂付きのお風呂になってまして、夜であれば星空、昼であれば海の景色を見ながら入ることができる、とっても開放的なものです。2つ目については貸切風呂ですね。こちらは50分1000円から2000円で借りることができるものでして、1000円であれば山側、2000円であれば海側のお風呂を借りることができます。3つ目が24時間やってるものですね。展望大浴場の方が24時で閉まってしまいますので、その後でも入れるものになります。サウナもありますので、シチュエーションに合わせて利用することができます。あとは夕食が美味しかったです。今回は夕朝食付きのプランにしまして、夕食については、例えばタイのしゃぶしゃぶであったりとか、金目の煮付け、アワビの蒸し焼き、タイとか伊勢エビ、サザエの刺身など、本当にいろんな種類がありまして、海鮮のすべてが詰まったようなメニューでした。夕食については本当におすすめできる旅館です。あとはデザインがいいなというふうに感じました。旅館でありながらスタイリッシュなデザインになっていまして、清潔感もありますので、若い方でも抵抗なく泊まることができる旅館だと思います。総合的に見て素晴らしい旅館だと感じましたので、気になる方はぜひ泊まりに来てみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。